糸通しの話、糸通しの話。最近私はあの趣味でレザークラフトをやってまして、でレザークラフトっていうのは、まあ革をね、レザーを針で縫っていくんだけども、針と糸は絶対必要ですよね。まあ、普通のね、あのお裁縫の用の針でもできるんだけども、糸もね、一応専用のもあるんだけど、お裁縫用の糸でもできるんですね。うん、本当はね、専用の使った方がやりやすいと思うんだけども、まあとにかく私はお裁縫用のちょっと改造して使ってますね。で、一番面倒な作業は針に糸を通す作業なんですね。針の穴に糸を通す作業で、最初はね、こうつばつけて糸をこう針の穴に通してたわけね。で、原始的な方法というか、それやるとね、すごい時間がかかるわけ。はい、1個通すのに1分とか2分とかね、かかったりとか、それ以上かかったりするわけなんで、これはたまらんと思って、で糸通しをね、買ってきたわけ。糸通しっていうのは、なんかステンレスの親指ぐらいのね、部品で、そこになんかこうステンレスの針金みたいなのが使ってあって、で針金を先に糸、針に通して、でそこに糸を通して引っ張ると糸が通るみたいな。要するに糸ってふにゃふにゃで針に通りづらいから、こうステンレスの針みたいな、センスの針金みたいな先に通しちゃうんだね。はい、それで引っ張って通すっていう、そういう糸通しっていう専用の道具があるんだけど、まあ安いもんですけども、それ買ってきてたんですね。うん。でそれ使ってるとね、なんか壊れるんですよね、糸通しが。何回もね、付け外しますから、糸通しがだんだん壊れてきたと。糸通しちょっと買い増し行ったりとかして、でもこれ消耗品だなと思って、それ何十回もねやってれば、いつか壊れますからね。で糸通し代もバカにならんなみたいな感じで、てか買いに行くのはめんどくさいですよね。20個も30個も家に置いとくようなもんでもないし、どうしようかなと思って、そしてね、まあまたお裁縫買いに行ったんだけど、お裁縫道具買いに行ったんだけど、お裁縫道具の中に糸通しが簡単にできる針っていうのが売ってあって、商品名ちょっと忘れましたけども、糸通しがね、簡単にできるの針、普通の針みたいなんだけど、針穴のところをちょっとね細工してあって、ギュッと押し付けると糸が通るみたいな。要するに糸を通さなくても押し付けるだけで糸が通っちゃうみたいな、そういうね、商品がありまして、それを買ってきたんですね。でそれ使い始めたら、糸通しがもう簡単で針に糸を通す作業ね。つばつけて糸を通したときは1分2分かかってました。もっとそれ以上、糸通しを使ったときはですね、30秒とかでできましたね、1個ね。それでこの糸通しが簡単にできるような特殊な針を買ってきて使ったときは、これはもう5秒で針に糸が通ります。ちゃんとうまくやれば5秒で、かかっても1分もかからない、2、30秒でできますね、ちゃんと。まあ、本当に5秒でできるんですよ。でそれ買ってからね、もうはかどること、はかどること、これ何がいいかっていうと、こう縫ってるとですね、こう糸がどんどんずれてって、針穴がスポッと抜けちゃうことがあるんですね。そのまた針の穴に糸通し直しなきゃいけないから、それで時間がかかると。せっかく乗ってる時にもですね、だから糸が抜けちゃうと、それにまた作業を中断させられるっていうね、そういうことがあったんですけど、これもう5秒で糸が通るんでね、もう別にどうでもいいわけ、5秒だから。抜けようが抜けまいがどうでもいいわけ。ということはどういうことかというと、攻めた縫い方ができるわけ。これ糸短いからこれ以上縫えないなと思って、これ以上縫うと針が抜けちゃうから、糸を、だからやめとこうと思って止めることが多かったんですけども、これ限界まで、ね、縫えると思って、でもし万が一
これ糸が抜けちゃっても別に5秒でまた通すから関係ないと思って、もう攻めた、ね、あのレザークラフトができるというか、もう気にしなくていいんでね、糸が抜けないようにとかね、ちょっとビビりながらやらなくていいんで、もう楽なんですよね。はい、というわけでね、糸通しのお話でした。